は1番に帰ります。バッター高松、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球大きく外れています。いいところへ決まります。ここは150キロを計測しています。警察狙い、インコースに攻めてきました。チェンジアップは入りません。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。外れてフォアボール、ランナー唯一塁。ライオン6回の裏、ライオンズ打順よく1番から始まります。バッターは坂松、前の打席ではフォアボールを選んでいます。まず打ちをついてきました。スピードボールを持っています。ボールになります。ボール先行です。入れてきました。打った、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。高松ランナー飛び出している、ボールイン成功。赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね。そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。よく見極めましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。ストライクです。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。これはどうか、フェンス直撃、一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。さあドラゴンズ先制のチャンスを迎えています。まあやはり先制点を取れると、ランナー飛び出している、セーフ、三塁タッチもセーフ、ノーアウトランナー三塁です。初球は何で来るか、これはどうだ、これはファウル。インコース、これは外れます。これはどうだ、ファウルです。これが4球目、これはどうだ、ピッチャーが取る、送球する、タッチしてワンアウト。